どうもこんにちは、ユーレプタイルズです。今日はですね、うちで飼っていますヒョウモントカゲモドキの、ギャラクシーというモルフのですね、紹介をしていきたいと思います。で、このギャラクシーというモルフなんですけど、2011年にですね、ロントレンパー氏が、作出しました、モルフとなっております。ギャラクシーの特徴なんですけど、なんでギャラクシーって呼ばれているかについてまずお話ししたいんですけど、このゴマ模様が、どうやらですね、星を表しているようで、で、この頭頂部ちょっと見ていく、見てもらうと、おいで、おいでおいでおいで、ちょっと待って、カメラの視点変えよう、はい、この白抜けしてるこの部分がどうやら、月を表しているらしいです。で、もともとこのギャラクシーなんですけど、体に、発表された当時黄色い模様があったらしいんですよ。で、その模様が、どうやら太陽に、似ているということで、太陽と月とこの星模様からギャラクシーを、まあ、銀河ですね、銀河を連想してロントレンパー氏は、このギャラクシーというモルフを作ったとされています。で、ギャラクシーの魅力なんですけどね、やっぱりなんといってもね、この、手足ですね、ハイソックスなこの真っ白な手足と、ゴマ模様のこの体の模様ですね、ゴマ模様のコントラストが、ギャラクシーの、特徴と言っても過言ではないですね。で、類似したモルフでスーパーマックスノーっていうのが存在してるんですけど、スーパーマックスノーはですね、この腕の部分もですね、ちゃんと、黒くなっているので、そこがね、大きな違いとなっております。見てください、この腕の白さ、綺麗ですよね。で、うちの子はそれなんですけど、さっきも言った通り頭の、白抜けがあります、頭頂部に。で、結構頭頂部とかに白抜けする子は割と、レアだったりします。で、もっとね、この黒バンドの黒ゴマの模様のところがですね、もっと濃い子とかいたりするんですけど、そういう子はね、よりコントラストが綺麗で美しいモルフではありますね。で、ギャラクシーの作り方なんですけど、掛け合わせとしましては、当初ロントレンパー氏の発表によりますとですね、ギャラクシーはアビシニアンというモルフと、スーパーマックスノーの掛け合わせにより作られたとされていたみたいなんですが、現在出回っている、このギャラクシーのモルフはですね、トータルエクリプスと呼ばれております。トータルエクリプスというのはですね、マックスのエクリプスと、マックスのエクリプスの掛け合わせによって生まれた、まあ、スーパー個体、スーパー、エクリプス、スーパーマックスのエクリプスかとなっております。で、トータルエクリプスとギャラクシーの違いは何なのかという話なんですけど、まあ、およそ僕が調べた限りでは、当初ロントレンパー氏が作った際はアビシニアンを掛け合わせて作ったという、ことなんですけど、まあ、実際のところ、出てくるモルフはトータルエクリプスの、そのマックスのエクリプスとマックスのエクリプスの組み合わせと、アビシニアンと、スーパーマックスので作られたモルフっていうのは、まあ、同じ模様で出てくるっぽいです。ただ、ロントレンパー氏が作った発表した時はアビシニアンの方で、作出したらしいので、それをギャラクシーと呼んでて、そのトータルエクリプス、マックスのエクリプスとマックスのエクリプスの掛け合わせでできたトータルエクリプスではなかったからギャラクシーと呼んでたみたいですね。ただこのアビシニアン
こんな感じで可愛いモルフなんでね、大事に育てていきたいと思います。爬虫類の動画、たくさんアップしてますので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。うちのギャラクシーの紹介動画でした。ではまた。